どうも肉丸です。ご視聴ありがとうございます。今回もゾンビモードやっていきましょう。皆さん、シーズン4が始まりました。初めてゾンビモードやりたいと思います。ちょっとねレベルが上がっちゃってるんですけども、マルチで少し上げました。ゾンビモードは初めてですね。新しいシーズンになりましたので、またバトルパスを使って新しい武器を早速使っていきたいので、まずは武器を解放したいと思います。新しい武器がですね2つ入ったようで、1つがこちら、カー 98K って読むんですかね、読み方はわからないんですが、この銃。あともう1つはこちらにですね、これまた何て読むんですかね、スペリ46か、スペリ 46? またはスーパーアイ46か分かりませんけども、この2丁が新しく出てますので、これを使っていきたいと思います。今日はですねこちらの武器を使おうかなと思ってます。カー 98K ですね。で、僕はバトルパスを持ってるので、こちらからスタートすればすぐ隣にカスタム済みの銃が手に入りますので、これを持っていきたいと思います。じゃあ解放していきましょう。ここは解放してるので、こちらからこうやって開けていきます。なんか今回のシーズンはガスマスクのキャラクターとかが多いんですよね。ガスマスク好きとしてはなかなかいいシーズンです。じゃあ開けていきましょう。おお、こういう銃かっこいいね、なかなか。はい、というわけで今回のカスタムはこちらですね。こういうカスタムになってるんですけど、ちょっと僕気になることがあって、サイトをですね変えたいと思ってます。これまでねサーモ熱源細くするスコープ使ったことがなかったので、今回は一応マークスマンライフルということで、ちょっとスナイパーライフルっぽい銃ですから、サイトをね乗っけて初めて行ってみたいと思います。選んだサイトはこちらですね、スペクトラマイクロサーモっていうものがありましたので、これをつけてみたいと思います。一番倍率が低いものですね、まあ等倍で見やすいと思うので、これをつけたいと思います。ちょっと射撃場で見てみましょう。こんな感じ。多分この人形はですね、冷たいというか、暖かさがないので非常に見にくいんですけども、多分ゾンビだったらもっと見えると思うんですよね。まあ持っていったことはないので、どれぐらい見えるかわからないんですけど、今回は試しでね、持っていきたいと思います。ちなみにまだ発砲してません。中で撃ってみましょう。バックパックの中身はこちらですね。2パンチのセットを入れてみました。あとは強さがよくわからないので、念のためのレジェンドレンチ。あとは脳死モッドにジュースを入れました。よし、行きましょうか。今回もボディーガード、カエルさんが来てくれています。よろしくお願いします。おっと!なんだこのスキンは!体が透けてますよ。わー、すごい。めっちゃ透けてる、ここも。おお、セクシーすぎますね。よろしくお願いします。行きましょう、行きましょう。銃見るか。おお、今回はブラックセルバージョンにね、せっかくなんで持ってきましょう。おかっこいいじゃん。コッキングあるタイプですね。なるほど、なるほど。じゃあ、まずは。パンチ錠探してるんだけど、ないな。ないですね、パンチ錠が。どこだ?今日。あ、ここか。ちょっとここまで行きましょうか。ちょっと移動しましょう。おお、びっくり。じゃあジュース飲みますか。ジュースを飲んで。ちょっと検証なんでね、徐々に入れていきましょう。強化アイテムはね。おお、初めてだ。これでゾンビ見たら、見るのも初めてだな。あ!なるほど、こういう風に見えるんだ。あ!一発ではないけど、結構強いんじゃない?あ、5発か。結構厳しいね。あ、なんかそう、これがね、なんか手に入るんですよね。またこれイベントでたくさん集めたらいいよ、みたいな。あ、でも意外と見えるね、このサイト。射撃場では全然見えなかったけど、真っ白になるから見やすい。あと、弾が少ないね。ヘッドショットすれば、あ、ヘッドショットは一発か。よし、行きましょう。
あ、これは、あ、これは真っ黒に見える。傭兵とか見てみたいな。傭兵いる？いないか。あ、ですね。こちらに行きましょう。中ですね、了解。行きましょう、行きましょう。こちらで大丈夫です。そうだな。威力は強いんだけど、相談数が少ないので、しっかり頭を狙って撃っていかなきゃっていう武器ですね。もう2ゾーンだからね、2ゾーンではさすがに厳しいか。あ、傭兵が見えるか？おーい。こんにちは。見えないか。真っ白で。真っ白と思った。これ、ドアのフレームだった。うわぁ！じゃあまずはここでパンチします。おお、もういってるよ。なんか儀式してそうだね、ここはね。じゃあまずは僕らは2ゾーンで仕事をしてお金を貯めないとね。この辺たくさんあるからね、エリミネーションがね。大丈夫か、この人。ブチブチゾーンにいる。いいね、これ近いね。これにピンしとこうか。オッケー、ありがとう。あ、さすがに硬いね。なんでリロードしたかった、さっき。あ、硬いわ、これ。ちょっと強化して早く投げれ。 OK、 さすがに2ゾーンでは歯が立たないか。当たんないんだけど。 OK、なかなかゾンビモードでは難しい武器ですね。よし、じゃあ行きましょうか。車に乗ってと。さすがに何かパンチするか。あれ、バッグが開かない。あれ、車の中でバッグ開かないんだったっけ。開かない、バッグが。強化できません。で、ちゃんとリロードすると。あ、こういう風に移動するんだ。こうやって、なんかクリップを入れるんですね。クリップでズボッと。おー。これ実銃なんていう銃だったかな。これ第一次世界大戦とかで使ってた銃で、あんまり詳しくないんですよ、この時代ね。なんか木製の銃で、M1 ガーランドは確かセミオートでずっとパン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 撃てるから、このコッキングするタイプはなんて言うんだったかな。スプリングフィールドどうのこうのってやつだったかな、これ。あ、これはさすがに無理だ。ちょっと強化しますね。こっちは、待て待て、来ないで、止めて、止まんない、ちょっと待って待って、バッグ開かない、バッグ開かないんだけど、バッグ開かない、なんで、ファスナーが、なんで、今日バッグ開かない、おい、バッグ開かない縛りか、たまにあるんですよね、たまにあるんだけど、あ、開いた、よしよしよし、あ、じゃあ、はい、よし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 。あれ？スーパンチしたのに弾が増えてない。気のせいだよな。え？リロードできないんだけど。え、5発のまま？硬い、まだ。こんなことで今日、一番強いとこ行って大丈夫か？硬いな。行きましょう。アーマーもないしな。あ、レベル2になりました。あ、サプレッサーつけてきたけど、なしでもよかったかもね。しっかり音出せばよかったな。本来の音も聞いてみたいですね、これは。今回はもう、ブラックセルの、そのまま持ってきて、変えたのはサイトだけなんで、サプレッサー最初からついてました。まあいいか。敵があんまり集まらないんだよね、サプレッサーついてたら。ザッコを倒すか。狙って、よく狙って。あ、まあ、スピードコーラ飲んでるから早めか、リロードは。ほい。仕事しよう。ちょっとこれはきついな、やっぱり。ちょっとレンチ入れますね。またバッグ開かない。またバッグ開かないんだけど。開いた。オッケー。カニ入れた。カニさんごめん。オッケー、もう使えるはず。連射速度も速くないな、あんまり。オッケー。
これあれかな、カスタムで連射速度が速くなるかな。めっちゃ外すんだけど。あ、デスパーセプションは、あ、カエルさん飲みますか。僕はまあ飲まないので。はい、あ、しっかり頭を打つ。ジュース飲みますか。わーいわーい。パンチしても弾が増えないのって初めてじゃない？これまたバグかな。前もね、ショットガンで両手持ちショットガンになるマークスマンがありましたけど、あれもねリロードのバグがありましたけど、これ相談数増えないのバグなんじゃないのかな。過去そんなことなかったと思うけどな。あ、ありがとうございます。じゃあセットしましょう。そうか、俺は今日は厳しい戦いになりそうですよ。ちょっとマルチやったけど、マルチではボコボコに撃たれたんだけどな。一発は強い分相談数少なめっていうタイプか。ゾンビで使うのは難しそう。 OK、 レベル3。よいしょ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 。はい、外したら危ないねこれ。なんだこれ、オレンジ色とね、なんか青色のがあるんですよね。何が違うか今んとこよくわかんない。はい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 。今日レジェンドレンジ持ってきたけど、よかったかもね、一応持ってきておいてね。オッケー、ヒーリングオーラ溜まった。頭狙いたいけど、頭動く敵は難しいね。よし、集めて集めて。アーマーも少ないな。何かないかな。あともう一個はサブマシンガンが出てたかな、もう一つの銃はね。マングラがいたぞ。はいはいはい。はいはいはい。弾が出ない。これは三ゾーン怖いな。これオッケー、ナイスー。おっとオッケー、わーいわーい。お、ヘッドショットだけ。あ、これはいいですね。もらいましょう。オッケー、ガンガンいきましょう。お金貯めるぞー。了解。なんかサブのいい武器拾ったら持っていこうか、3ゾーンにね。ちょっと怖いから。ベルトを閉めろ。よろしく。誰かいるぞ。あ、取られちゃうかな。取られちゃったら別のとこ行きましょう。取られちゃうかな。あ、取られそうだね。取られるんだったら、おーっと、じゃあこっち行きましょうか。こっち行きましょう。エリミネーション人気ですよね。なんだかんだで一番楽しい。早いし。まもなく。ピロ。はい。取って、オッケー。行きましょう。
ペイ。マングラーです。続いてマングラー。ゴー。痛い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 。頭狙っていけ。外れる。頭狙いすぎると外れる。だったら体当てた方がいい。カエルさんのおかげ。待て。弱いぞこの銃は。もしかして新武器なの弱いんじゃないのか。オッケー。 ありがとう。いい服持ってった。はい、どうぞ。OK。 じゃあ次行きましょう。続いてまたここ行きますか。あ、無理した。なんか飛んでた。行きましょう。見えない、真っ暗だ。何も見えない。ガラスがある。あ、ガラスがあるからか。あ、ガラスは見えないんだ。なるほどね。割れば見えるのか。よく見えるようにしておきましょう。1万になりましたね。あ、カエルさんお金多いね。いいな。早くお金を貯めて3ゾーンにも行きたいところ。やれと。うわ、あー、この銃はレジェンド必須かもね。三ゾーンに行くんだったら。うわー怖い。ありがとう。よし行きましょうか。あ、もう車の燃料がないぞ。たどり着けるか、ガソリンスタンドに。あの下にガソリンスタンドがあるんだけどな。めっちゃ見てくるぞ。じゃあ行こう。ここに行って、先にガソリンスタンドに、おっと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 。オッケー。運転は俺が。近くにいるはずだ。どこだ？ん？ミミックちゃん。ここだな。おい、いた。おい、やばい。どこだ。待て。あ、見やすい見やすい。どこだ。もうちょい仕留めろ。オッケー。カエルさんいいね。新しい新武器かなこれは。ナイスナイス。オッケー、レベル5になった。はい。しっかり腰ダメも使う。早く、リポートして。オッケー。あー、まあ、なくなっちゃった。何する？まあ、アーマー集めも兼ねてこれするか。お、いいね。よろしく。あれ、今日パトカーにならないな。スキン変えたのかな、カエルさん。なんか今日バックパッカー開かないな。これ今押してるんですけどね。バックパック開かないバグあり。これな、どうやったら開くんだろう。開き方あるんかな。開かない。全然開かないね今日ね。おかしいね。困ったぞ。よし、これでいっぱいアーマーをゲットしましょう。こういう仕事を先にやるべきだった。難しい仕事の前に。こっちだったね。わあ強い。うわあ、やられる。こんなとこで危ない。ありがとう。これジャガーノグ飲んでるよな。
らないぞこれは、なかなか。じゃあ行きましょうか。試運転でとりあえず2ゾーンから来たけど、もう2ゾーンでいっぱいいっぱいだな。3ゾーンでレベル上げるのは大変かもね。オッケー、最高。 ありがとうございます、ありがとうございます、ありがとう、ありがとう。3発か。頭うまく寝ればいいんだろうけど、頭を狙って外すぐらいだったら体に当てた方がいい。はい、なんかいいカスタムがあるのかな。もしこの銃のいいカスタムをご存知でしたら教えてください。ゾンビモードで使いやすいね。ほらギリギリだ、押されるぞ。でも難しい任務じゃなくてよかったね。これ難しい任務はむずいぞ、この銃は。きっとダークエーテルなんていけない、この銃では。ちょっと気持ち上狙うか、気持ち上狙って、うわあ守らなきゃ。おお、うわあマカロニがいっぱいだ。よし、あ、いらないものがいっぱいだ。手を、おい、装備するか。おい、これで取れんかったことある？そんなことないよね、前からなかったよね。はい、硬い。 OK、 アーマーでも結構いっぱい拾った。あ、アーマーの表示バグだな。左下5枚って書いてあるけど、本当はもっと持ってるな。あ、いろいろバグってる。あ、お友達が近くにいます。一緒にやりませんか。武器が弱いんでお手伝いお願いします。いいか、やめて。うわーすごい綺麗なマカロニがいっぱいだ。グミにも見える、カラフルなグミ。ディサイプレー、待て、手打て。あー見えない。ほいほい、頭頭、おー、なんかいい感じの人だ。なんかガスマスクしてる。おお、この中無敵なんじゃないですか、あなたは。新しいスキンかな、さっきガスマスクだったね。高すぎるって、待って。守れ。うん、スナイパーというかマークスマンというか、しっかり単発で撃つ練習にはなる。狙って撃つね。よし行こう。ディサイプリました、ヘッドショット。お、ほんとヘッドショットうまい。だって足、あー、足が見えない、足が見えない。よし、ナイス、これ集めよう。おー、6レベル上がってきております。これまあ僕はブラックセールで一応カスタム済みで持ってこれるからいいけど、これレベル1からノーマルで持っていく人は大変ですよ、なかなか。カスタムしても難しいからね。これカスタムしたらもしかしたら相談数増えた？まさかこんなに弾少ないとは思わなかったから。だけどね、このクリップ球団だから5発か。だから昔の人たちも本当にこれ5発で使ったってことですよね。30発ぐらい撃ちたいけどな、すぐ弾なくなっちゃうね。ワンチャン飛びつかないで、きつい。ワンチャンが大量発生しております。ナイス、熱い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 。報酬取ってる場合じゃないぞ、守れ。難しい、マングラいます。ナイス、当たれ。よし、わーい、よし、オッケーオッケーオッケー。じゃあここもアーマーもいっぱい取ってと、
報酬も取って。自己層ありがたいです。あ、またバックパック開かない。はい、行こうか。あ、危ない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 、びっくりした、2個飛んだと思った。あ、ごめんなさい、ミスりました。よし、行きましょうか。せっかくの貴重な弾が、弾回復して、あ、1万7000かってことは3ゾーン行きますか。 あ、ありがとうございます。お肉もらった。お肉はフレッシュチャンクとして売れるので、やばい、や、焼肉になっちゃう。あ、これ入れてなかったわ、まだ。これ入れたよね、びっくりした。入れてないかと思った。入れてなくてこの強さだったらよかったのに、入れてるんだよな。 あ、ワンちゃんありがとう。そういうことね、フレッシュチャンクで売るんかと思った。ありがとう、カエルさん、ありがとう。犬をゲットさせてもらえるんだ。いや、三蔵に行くからありがたいぞ、このワンちゃんは。来た、助けて、スカビーくん。あ、夏出してくれない。合わせ、よし、うわー、いない、ナイス。アーマーは山ほど持って、アーマーは山ほど持っていける。じゃあ車で行きますか。ナイス。いよいよ3に行くか、怖いね。まあ、もう一発とりあえずは。レジェンドは持ってきてるからね。あ、ふわふわジョアリ、了解。行くぞ、ワンちゃん。お、何音だ。とりあえずこのふわふわで一気にパンチジョまではいける。よし、行きましょう、安全にね。どこだ、オッケー。おお、たくさんチームがいるぞ。急げ、いけ、うまい、うまいです。来た、どうぞ。さあ、見てみましょう。使わせてもらう。じゃあ仕事するか。あ、まずジュースリバー、ジュースリバーでジュースの忘れがあれば。あ、あ、ありがとう。じゃあ行こうか。ジュースの忘れ物があればいけないので、僕はまあいいか、家から持ってきたんだもんな。さあ来い。あはははは、硬い、硬いって、やばかい、硬い、硬い、硬い、落ちる。ワンちゃんいけ、ありがとう。威力が10倍になるジュースちょうだい。威力10倍のジュース、ない、頭狙え。ああ、硬い、ヘッドショットでも2発か。はい、よし、ナイス、中入った。何しようか、とりあえず、とりあえずもう威力とか関係ない仕事しよう。まずは車を転がせ。デッドボルト指揮官からストライクチームへ行こう。ドクタージャンセンを測定し開始。ケイ、車取りました。で、こ、車はこっちにある。ケイ、殴られても行く。でも最近フレンドの方とですね、ゾンビモードをやって近い道を教えてもらったので、その道で行きたいと思います。うわ、犬が次々出てくる。いや、よし、じゃあ車乗るか。大丈夫かな。オッケー、みんな殴って、このシャッターの前を。ナイス。じゃあ運転したいと思います。やめて、乗らせて。オッケー、でまず僕いつも右に行くんですけど、こっちだそうです。こっち行って、あ、ここか、ここか。僕もあんまり慣れてないんですけど、まだ。で、こっち行って、こっちからこう行くと。これが近いらしいんで、今後は僕はこのルートで行くと思います。教えていただいてありがとうございます。危ない！僕のドラテクでは滑る。ね！で、ここに来ると。もうフックもギリギリよ。
ファングちゃんもびっくり。オッケー。早すぎる到着。ああ、いいね。いい武器があったら強化できる。ん？あ、ありがとうございます。持ってなかったらありがとう。ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。よし、じゃあ何する？一回卵とかにする？ああ、そう、分かってらっしゃる。その上には怖いのが見えたけど、まずはね、卵で様子を見ましょう。この銃で卵はできるのかと。今日はバッグが開かないことがあるからね、開けるときにこれを入れといた方がいい気もするけど、ちょっと頑張ってみようか。自己素もあるしね。やっぱカニレンチぐらいがね、通常やるんだったらレジェンドってなかなか皆さん持っていけないと思うんで、カニで通用するのが大事、武器というのはね。それは3パンチレジェンドだったら、まあ、通用したとしてもなかなかそんなのは持っていけないから、検証はカニぐらいでやった方がいいではないかと思います。なのでカニのまま頑張る。カニレンチのままね。あと絶対ワンちゃん持ってきた方がいい、この仕事、この銃の時は。はい、いた。ちょ弾が勝てない。もうちょっと強くていいんじゃないですか、この銃、威力が。うわぁ、もやもやしてるやつが来る。硬すぎるんだけど。新武器頼むよ。はい、はい、今のうちだ、これ。ふぅ、マガジンコレクションがあるといいんか。だけど、ねえ、お仕事でもないのにマガジンコレクションなんて使わないから。ワンちゃんがスピードコーラーがあって助かるね。なかったらこれ危ないわ。こっちから来るぞ。結構大変だこれは。リロード。まあ、めちゃめちゃリロードがいいけど、これ本当の銃だったらこのリロード結構時間かかるよね。多分30秒ぐらいかかるんじゃない？引っかかったりもしそうだしさ。はい、あれ、どこ行った？どこ？近くで湧きすぎ。本当は頭打ちたいんだよ。だけど難しいからさ。このグミを、美味しそうなグミをいっぱい取っていこう。グミで迷ったら UFO 味覚と。あ、これよ。ほい。選んどけば間違いなし。よくやった。これで。OK。はい。あれ、まだ？まだ終わってなかった。まだ終わってない。終わったつもりだった。OK。どこだ？一応向こうだね。僕も一個持ってるよ、装置を。あいつ、アーマーないんじゃないか、これ。あいつさんがアーマーがなくなってんじゃないか、これは。はい。アーマーがないんじゃないか。あとで買わなきゃ、僕も。後ろに来てますよ。いや、ディサイプルは放っておくな。すぐに倒せ。アーマーか。弱すぎるぞ。仲間入って。ディサイプルごめん。仲間入って。仲間入って。ちょっと、カエルさんどこ行った？カエルさんどこ行ったの？はい、カエルさん大丈夫？あんま拾ってけ。あんま拾ってけ。はい、しょ、ナイスー。やりました。いや、難しいねこの銃は。やっぱりどこ行った？入って、すごい向こうにあるんだ。屋根の上に登るな、勝手に。減らないぞ全然バーが。噛みつけ、ワンちゃん頼む。なんか今ありますか？うわー、ノーシモットか。悪くはないけど、サブ武器がないと危ないぞ。サブ武器ないですか？なんか箱とかない？
ちっちゃい銃とかないっすか。よし、じゃあ次、じゃあエリミネーション行ってみる。行きたくないけどエリミネーション行きましょう。俺に任せろ。あー、まあほどほどあるね。何かいい銃ください。了解、ナイス。はいはい、何が欲しいのだ。カジミールがあるといいんか。やっぱりどうなんだ。1万3000で何を買うか。うぅ、群がっております。うわ怖い、もう痛くない。あっちはこっちから回ろう。うわぁ、ゾロゾロ行ってます。今カジミール投げたいぐらい。はいはい、そしてすっごい。うまく変えた。対戦どこ行った。痛い痛い痛い。銃ないですか、これ。いい銃。あ、開いちゃってる。うわー、怖い怖い怖い。ちょっと待ってください。さばききれ。カエルさんもさばいてないから。危ない。危ない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 。怖い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 。いや、カエルさんと同じ銃なくて助かったわ。この銃で一人はかなり危険ですよ、皆さん。持ち込まない方がいいかも、この銃で。三ゾーン一人は。お、車来た。おーい。あ、さっきのガス、ガスマスクの人だ。一心不乱に走っていった。よし、行きましょうか。彼らもお金を貯めて三ゾーンに来たんですね、きっと。ありがとうございます。お金くれた、なぜか。ありがとうございます。ありがとうございます。はい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 。ここにいい銃があるんじゃないか。ちっちゃい銃が小さい、本当に。これいいか。君に決めた、育て上げる。 OK、いいんじゃない。でもカランビットあんまり使ってないからね。あれどこだっけ、仕事場がわからなくなった。あれ仕事場どこだっけ。さっきエリミネーションしてる。あ、取られちゃったんか。なるほどね。今しあ、ここか。見えなかった。ここか。なんかあれ、エリミネーションのマークってことはこれもう弾け飛んだ。弾け飛んだからもういなくなっちゃってるのか。いつもメカボのマークが出るのにね。ほら、もういないもん。これ弾け飛んでるマークかも。おー、来たぞー。もういないでしょ。メカボがいなくなってるのはありがたいわ。おるぞ、おるやないか。聞いたことない名前のやつがおるぞ。弾け飛んだんじゃないんか。はい、あ、強い。こっちの方が強いかも。早く。あー、危ない。カエルさん来て、助けて。ビリビリしております。全然減らないんだけど。皆さん、これマックスで連射してます。これでもちゃんと肉丸スーパー連射で、これです。連射速度が遅いな、この銃。まあそりゃそうか、一回一回コッキングしてるからね。ホッキングしてるのにこの精度で撃てるんだったら大したもん。危なっ、気をつけろ。全然減ってないぞ。あのビリビリした時に爆弾投げたい。ちょっとちょっと、スイープスイープ、これの強い、ウェイ、はい、強いわ。そば、はい、こっちのは強いわ。でも肉弾戦は危険。うわー、何が起きた、何が起きた。これ、あ、ありがとう。始めるか。目の前に報酬が出たかと思った。頑張れ、これ多少役に立ちたい。ちょっと武器調整間違ってるんじゃないでしょうか。こんなに弱いわけないでしょ、新武器が。ちょっと減ってないぞ、減ってないぞ。ワンちゃんもっと噛んでくれ。頑張れ、
いけ、こっちか。うわー、尻尾についた、すごい。トカゲみたいになった。ごめん、嘘です。ごめん、ごめん、ごめん、嘘。ごめんね。怒られました。あ、ま。あ、弾薬なくなったね。了解。行こう。僕は弾薬はあるけど行く。小休憩。お、あ、戦輪攻撃。あ、いいな。いいけども武器強化しちゃったからな。ちょっと、いい銃があった方、見ようか。自動回復はしないよね。離れず、あ、いた。おいおい、誰撃ってるんだ、それは。あ、ワンちゃんか。やめろ。あ、見てみよう。あ、いい。はじみるありがたい。自動回復すると気をつけろ。あんまり離れてよくない。まだ。ってことは、カエルさんの新武器もそんな強くないんかな。いつもだったらもっと早いのにな。新武器今回弱いかもしれません。皆さん、覚悟して持ってってください。いけ、やめろ、ワンちゃんかじられてます。あ、ここある意味いい、ある意味いいけど、これワンちゃんがやられてるんじゃないんか。お尻を中心に打て。あー、めっちゃ効いてる。なぜかめっちゃ効いた。なんで、やったー、やりました。お金どうぞ。あ、でもこれワンちゃんじゃないか。どっちだ、なんだ、何やられてる。うわー、すごい。3ベストと3バックあり。あ、お金もらっとこうか。ありがとうございます。オッケー。ふう、ちょっとこれ難しいよね。2人じゃできないと思うけど、難しいことを確認しましょう。お掃除機のミッションだけにはこの銃が活躍する可能性があるので、まあ、2人の時はほぼこの仕事はしないんだけどね。今回は武器の試運転なんで行ってみましょう。あ、アーマーないんかな。あ、これあれだな、アーマー買わないとだな。そうだ、僕もそれがいいと思います。こんなやってる場合じゃない。逃げよう。あれさ、アーマーの表示がないな。あ、大丈夫かな。まあいいか、まずは買おう。満タン買ってきましょう。お金はある。準備をしていきましょう。危ない危ない、爆発する。どこだこれ、ワンちゃんの声がする。どこだ、どっか行ったぞ。ワンちゃんも迷っています。三蔵難しいから来るな。カエルさん来ないぞ。なんだか、うわー、違う、これカエルさんじゃない、ごめん。あ、ちげ、やろう。勝てー。よし、とりあえずは、とりあえずアーマーを山ほど持って、山ほど持ったら始める補充せよ。あ、危ない、はい、それやられました。うちのエースが頼みの綱がやられたぞ。頼みの弾も取れ。ザハハハ、うわー、危ないっす。うー、危ない。愛してください、僕の弾を。弾じゃなくて、アーマーを。座れろ、強すぎる。あの仕事に帰りたくない。行くか、スカビー君。ちょっとでも回復したよね。今カエルさんを起こしたことによってスカビー君もちょっと回復したはずだから、よし、頑張るか。一旦行ってみましょう。この武器でやれたら大したもんですよ。使える武器です。ちょっと使いづらいと言ってますが、この仕事ができたなら使える武器に昇格できるんで、実力を見せましょう。よし、じゃあ動かすぞ。久しぶりですね、この仕事は。僕なかなかやらないからね。はい、しかも2人で。どうぞ。さあ行くぞ。セントリーが欲しい。近づくな。弾はある、弾は4つある。はい、
いいよ、守れています。引け引け、引くやつはもういい。この3箇所あるから弾を1個投げるのもよし。よし引く、よし弾投げよう。ディサイプルが硬すぎるからです、理由は。これを撃ってる間に何もできない。ちょっと待って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 、ディサイプルを座れろ、オッケー。うん、あ、ディサイプル、うわ、たくさんいいもの落ちてる。77% になってる、もうやめろ。来るな、ディサイプルやっとけ。ナイス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 、オッケー、前から来るぞ。いいね、この銃の良さは弾はなくならないということです。連射速度が遅すぎて弾がなくなる心配はなし。いいのはそれだけ。やめろ、殴るな。いいよ、73頑張ってる。あ、弾欲しい、弾欲しい。よし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 、いいぞいいぞ。おキープ、この上で、ここで座れろ。うわ、右から左からも来る両方の敵をこの上で出すことによってやる。ああ、もう出発して、出発していいですよ。うわー、ナイスナイスニューフだ、素晴らしい。59、おお、なんか乗り上げていくぞ。よし、アーマー取って、肉が紛れ込むから中、オッケー、頑張ろう頑張ろう頑張ろう。前から来るぞワンちゃんが。あと1箇所よ、できるよ。カジミールありきだけど、完全にカジミールのおかげでなんとかしてるだけだけど、よし行け。早く3人頑張ってもらおう、後ろから気をつけろ。あ、ナイスナイス仲間、オッケー、ナイスナイス、ディサイプルありがたい。 51% 頑張れ。弾はなくなった、弾あと1個、よし粘るぞ、粘れ、近づけんな、いいぞ。めちゃめちゃそっちにいる、めちゃめちゃそっちいるぞ、やばい、これはさばききれない。これだから見える、この銃だから、とんでもない。いやー、やめろ、触んな、触らんでくれ。じゃあ、ごめんなさい、ありがとう。これ 30% 触らんで、触らんで、もう投げない、弾投げなきゃ、弾、ちょっと待って、弾が僕のために投げなきゃ。うわー、やばい、起きましょう。きついねこれ。まだ自己座ら、セントリーマサラ、セントリーマサラ、やったぞ、やったぞ、やったやった、ふう、熱い。ああ、自己座帰ってきた、ありがとう。たくさん持ってた、やった。あ、スカビー君も傷ついたね、お疲れ。あ、僕は回復してこれか、ギリギリだったね。お、脱出了解、脱出了解です。 OK、 購入ステーションね。いや、なかなか頑張れたんじゃないでしょうか、この銃で。さっきの仕事は、またカジミールを買おう。カジミールでご利用しました。すごい、めっちゃ散らかってるのが見える。やばい、ごめん、急げ。なんか紫色になってるぞ、なんだこいつは。儀式か、逃げろ。弾は1個か、ショップの安全を確保しなければ。やめて、お買い物タイムを邪魔しないで。カエルさんも触れない、ワンちゃん守って。あ、これショップ使えないわ、使えない使えない使えない。おい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 、全部燃やせ。オッケー、弾買おう。危ない、ナイス。あ、あ、ここすごいグミが、あ、グミ取られる、ゾンビに耐えたかな。よしよしよし、
サンクショップに近づけないぞ。全然帰れない。帰るか。マングラーが2匹出るじゃないか。殴られてます。うわー、ナイス、ありがとう。マングラーを倒せ、早く。ショップを使える、使えるようにするんだ。待て待て、危ない。どうぞ使ってください。じゃあ、じゃあ僕はいらない。戦利品がここにある。なんか、なんかあるって言った。あ、ありがとうございます、いただきました。じゃあもう一個買いましょう。あ、バッグ開かない、あげられない。あ、頭、あ、どうぞ、よかったらどうぞ。あ、いえいえ。ふぅ、あ、もういらないですか。じゃあもらっときます。ふぅ、一応カジミールは買ったけどな。了解、脱出しましょうか。ああ、もうこんな時間か。だから帰るって言ってたんか。後ろは任せろ。エーテルが広がったことに気づいてなかった、この銃撃ってたら。大丈夫か。頑張れ頑張れ。危ないぞ、逃げろ。よし、ここに逃げましょう。さあ、カエルさんの、おい、焦ってる時のドラティコを見てみましょう。なんとか逃げた。おっと、ここは水没するぞ。ナイスナイスナイス、うまい、いいね。帰ろう帰ろう、皆さん帰っております。帰らないと危ないよ、みんな帰りなね。君大丈夫か。もう帰る時間だぞ。近くにはいる。僕と一緒で同じ銃撃ってるから気づいてないのかも。おお、一緒に乗りました。帰るぞ。いた、いました。帰るぞ。そっちじゃないぞ、そっちじゃないぞ、こっちだぞ。広がってくるぞ。君どこに行くんだ。まだ仕事をするんか、すごい人だ。もう帰らなきゃ、来てるんだよ。知らないよ、何してるんだろうこの人。ブチブチ潰してる場合じゃないぞ、もう分かってないんだ。あー、この人危ないよ。ここもう強化されてるからね、多分ゾンビがこの辺で。あー、大丈夫か。あ、おいでおいで、入ろう一緒に。うわ、大丈夫この人、飲まれちゃうよ。あー、脱出できないじゃん。あー、一緒に帰ろう早く。君はまだ違うところに行ってるし。すごいなこの人、際で戦ってる。すごい、バックしながら。あ、君はこっちに行くんだね。よし、我々帰ろう。あ、ちょうど来た、ありがとうカエルさん、ナイスドラテク。俺は敵の音か、敵。あー、帰ろう、弾を投げろっぽい、帰ろう。あ、お疲れ様でした、ありがとう。おい、乗れよ、もう来てるんだぞ、エーテルが。この人まだいるな。乗らんのか、いいんか知らんぞ。乗れよ、いいんか。次の便か、この人もギリギリだね。帰るよ、じゃあ先に帰るね。あ、お疲れ様でした、じゃあ玉見してあげる、ありがとう。ありがとう。うー、カエルさんのおかげで生きて帰りました。はい、ということで帰ってきました。レベルはですね、マックス16のうち8まで上げることができましたね。うん、パンチしても相談数が5発のままだったし、なんかアーマーもなんかちょっと表示がおかしくて、なんかバグっぽいのがありましたけどね。新しいシーズンだからかもしれませんが、これまた修正されるかもしれませんね。いや、なかなか大変な銃なんでね、もし赤ゾーンとか一人で行く人は、強いレンチ、パンチ持っていくことをおすすめします。うん。また今度は次のもう一個の新しい方も使ってみたいと思いますけどね。ということで、今回はご視聴ありがとうございました。また見てください。